クボ田彩香は奈良県出身のプロボーラー。愛称はアヤファー、右投げ。所属センターはピースボール所属を経て、現在はフリー、アメリカンボーリングサービス社と用品契約を結んでいる。2014年第47回女子プロボーラー資格取得テストにおいて不合格となった後、2015年5月17日、ジェープバのプロテストに 女子第48期生として合格し、プロボーラーとなる。合格後は2015年度下半期女子トーナメント、出場優先順位決定戦を経て、7月20日から22日の第31回六甲クイーンズオープンで公式戦デビューを飾り、21位となった。その後、2015レディース新人戦を含めて8つの公認トーナメントに出場し、 初年度のポイントランキングこそ47位だったが、アベレージランキングでは211.24で9位に入った。2016年は9月7日から10日の第11回 MK チャリティカップで当時の自己ベストとなる5位に入賞するなどの成績を残し、最終的にポイントランキング16位に入って自身初となるトップシードを獲得した。2017年は、 日本プロボウリング協会50周年を記念して1月31日から2月2日に開催された日本プロボウリング協会創立50周年記念大会において優勝しプロ初勝利をマークすると続いて4月20日から23日に開催された2017宮崎プロアーマーオープンにおいても連続優勝を果たして通算2勝目をマークしたまたこの連続優勝の直後 ピースボール豊かなカソネ店が閉店したことに伴って、同輪空シークル店に移動している。連続優勝後、グリコセブンティーンアイスハイからジャパンオープンまでの7大会で、ラウンド1カップレディース2017の選抜大会敗退を含めて7戦、連続予選敗退となったが、シーズン最終戦となった全日本女子選手権では、準優勝し、最終的に自己ベストとなる。 ポイントランキング4位に入ってトップシードを維持した。また、この年には BS 日テレが企画した P リーグオフィシャル DVD ボリューム12に出演した。2018年は関西オープンこそ49位と沈んだものの、前年優勝した宮崎オープンでは8位タイ、続くグリコセブンティーンハイでは12位、東海オープンは準優勝と結果を出している。また、 前年は DVD にのみ出演した、P リーグも2018年4月の放送より、レギュラーとして出演するようになった。キャッチネームは、奈良のワンダーガールである。一方で所属していた、ピースボールが、豊か中曽根店に引き続きリンクーシークル店も、閉店し、4月よりフリーとして活動することになった。以後も新人戦4位になるなどの成績を残し、 最終的には1340パートでポイントランキング10位と3年連続のトップシードを維持した。2019年は開幕戦となった新トーナメントの JF はウィメンズオールスターゲームにおいて12位に入ったのを皮切りにその後も全トーナメントで予選を突破する安定感を見せ10月18日から20日に行われた千葉オープンにおいて 通算3勝目となる優勝を果たした。ありがとうございます。